第254回武井照彦天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですねまた新ネタでライブに挑むわけなんですが、前回ねちょっとあまりにも滑りすぎて、今ステージで言うたら一番上のステージのライブに出てるんですが、今回ちょっとお客様投票で10位以内に残らなかったら下のステージに降格になるということで、だから今回ちょっと滑るわけにはいかん、受けるためにまあ今までの鉄板のネタをこう集めてねそれを出すのがまあ一番勝ちに行くにはそれが一番先決なんですが、やっぱりここはね、挑戦し続けるということで今回も、新ネタで挑んでいきたいと思います。それでは行ってきます。監視社会になる。で、2つ目、人権がない、すなわち政府に従わないと約束したの。そんな56歳、俺はいいけど、そちらはどう？どう？いる？象が踏んだら壊れた筆箱。あ、この子だけ笑ってる。英会話教室通ってます。最近、安かったから家の近く。結構教室広いのに、生徒3人。その3人のうち1人、アメリカ人。どういうことや。意味が分からん。でもよいよ聞いてみたら、その英語の先生が英語を日本語で教えてる日本語を勉強しに研修できてるみたい。でもそこの英語の先生中国人。日本語ペラペラで英語ペラペラ、日本どうなんねん。その先生の名前が原田さん、弓辺に長と書いて名前が満腹で超満腹。でその先生ガリガリやねん。意味わからん。で3人のうちもう1人アフリカ人、これこそなんでやねん。でもねそのアフリカ人日本語はうまい。でなんで英語勉強しに来たのって言ったら、日本で就職するのに英語が喋られへんから採用してくれないんですよ。あ、外資系の会社ですから。いえ違います、とび職です。あのとび職ってビルの工事をする周りの足場組んだりとか、あの高いところでこと運んだりする。今ねいろんな外人が働いてるんですって。ほとんど日本人いてないんですって。で言葉を共通するために英語を身につけてくれる。英語喋らないと採用してくれない。えらい時代やで。いや本当に日本語うまいね、その子アフリカ人。名前なんて言うの。あ、僕ですか。でするとどういうことやね。あのアフリカの言葉ってんやんんんって言うが言葉で名前らしい。これほんまやで。ややこしいね。で、弟は、で、知らんがら。兄弟いた、お前。で、うまくたんかなって。まあ、なんで俺が英語を勉強しようと思ったか言うたらね、最近ね、俺のアルバイト先でアメリカ人が働きに来よったの。ショーン君って36歳の。日本語お前ら来てまだ間もないんだって。あれ、なんなんやろ、あの語学力。すごい、ほんで日本のことよう知ってんねん。ほんでショーン君曰くアメリカ人から見た日本人って年齢より若く見えんねんって。なショーン君、俺も出そうたけさんも56歳ぐらいでぴったりやねん。でショーン君見たらちょっと半笑いやねん。日本の笑い分かっとんねん。腹立っちゃうの。こんなアメリカじゃ腹立てん。一番気まずけがショーン君男前やねん話になったら、いやたけさんもかっこいいで、いやいや俺な、みんなからな外人バタでした顔やねん言うたら、日本人だよ突っ込んできよった。こんなアメリカじゃ腹立てへん。だから英語勉強したろうと思ったら、ショーン君がまだ入れずに漢字、あのアメリカの人が日本の漢字をタトゥー入れるの流行ってるんですね。でショーン君ここに台所って彫ってるんですよ。ほんで俺ね This is the kitchen 言うたらショーン君ふわーって言って、これは知らんかったんやない。
はい、今、ステージ終わりました。うん、まあまあ受けたんちゃうかな。うん、外すとこはなかったし、うん、ちょっとねネタのちょっと振りがちょっと分かりにくかったところをちょっと反省点かなと、あれをちょっと改善したら、うん、結構もう鉄板ネタになるんちゃうかなと思います。うん、この出来は、うん、10位以内に残れるかな。でもね今日みんな平均的に受けてたからね、まあ、滑ってるやつは滑ったけど、うん、まあ大丈夫やと思います。まあただねちょっと最後の方がちょっと尻すぼみになったなっていうのを、ここをちょっと改善していかないかなっていうのがありますね。あ、やっぱりね、うん、新ネタ新ネタを作っていかんと、今この鉄板ネタみたいなんで収まったとしても、その鉄板ネタが鮮度が悪いからね。うん、本当の鉄板っていうのはもう何十本も作った中の1本。うん、だから今の鉄板っていうのは鮮度が、うん、早いよ受けなくなるの。うん、だから本当の鉄板ネタを作るために新ネタをどんどん作って、うん、挑戦していこうかなと思いますよ。それと正直言ってね、やっぱり一番上のステージでネタをするっていうのはそれなりの、お客さんもそういうレベルで見に来てるし、で出てる芸人もレベルは高いし、ただ俺はそういうのが全ては思ってないから、うん、それで上位におろうが一番下におろうが、その目の前のお客さんを笑かすのはどのステージも変わらないんで、全てに対して鉄板を作るために今挑戦し続けるしかないなと思います。